さて、友人くん、今日ここに集まってもらったのは他でもございません。はい。久しぶりに中学からの友人である君、ちょっとなんか説明臭いけど、中学からの友人である君とですね、まあ、ゲームでも楽しみたいなと。久しぶりだよね。集まっていただきました。何のゲームやるっつってたっけ、俺。今日。ドラえもんって聞いてよ。タイトルは？ドラえもん2のび太のトイズランド大冒険。そう、それを一緒にやろうって声かけてたと思うんだけど、うん、申し訳ないんだけど、お前ちょっとした手違いでですね、準備するゲームを。あるじゃん。お前の弟の名前貼ったり、まあ、そうなんだけど、ちょっと手違いで準備したゲーム間違ってしまって。お前嘘つけよ。そんな大差ないんだけど。裏にパスワード貼ってあるよ。ちょっとさ、この、プレステ2のコントローラーを持ってもらってもいいですか？プレステ2なの？プレステ2。俺持ってるのスーファミのソフトだ。ちょっとですね、今日準備したゲームの方を一緒にやりたいな。そうだよ。ちょっと、まあ、とりあえず見てみましょうか。そんな大差ない。ドラえもん。あるでしょ。そんな大差ない。待って。おぉ。テレビを消灯しないといけない。なんで？音聞こえてる？聞こえてる。よし。いや、マイクに入っちゃうからさ。うん。いや、そんな大差ない。ドラえもんと。本当に？実際。うん。俺やったことある？トイズランド大冒険と変わらない。俺このゲームやって、サイレントやってる。やったことないよ、俺このゲーム。右下に出ちゃうんだな。全然知らないよ。何？いや、まぁちょっと。もうテレビ見てていいの？テレビ見てていいよ。もう撮ってるよ、普通に。始まってるよ。いやぁ。ちょっと。話が違うからな。はぁ、あ。なんかセーブし始めちゃった。そうそう、スーファミコードも繋がってねえなと思ったんだよ。コントローラー丸まってるし、コードで。いや、ちょっとね、準備の時間違えてしまって。間違いねえだろ。申し訳ないんですけども。まあ。暴力と残酷って書いてある。ちょっとね、サイレントヒル3の方をね。なんでコナミとエポック社だよ。楽しんでいきたいなと考えているんですけども。え？呆然としてるじゃないですか。だって俺ドラえもんって聞いたぞ。おかしいと思わなかった。だってカートリッジだけテーブルの上にポンと置いてさ、全くスーファミをやる素振りを見せない。もう準備してんだろうなと思って。まあいいじゃないかな。ちょっとやってこうよ。サイレントヒル。はあ、ただ、ね。ドラえもんって言われて、うん、ちょっと拍子抜けしてたのも確かなんだけど。へぇ。オープニング全部見る？やったことある？ない。えぇ、すげぇ。なんだよなんだよ。すげぇ。ないよ。やばい時の顔してるな、今。俺も今回やるにあたってサイレントヒルを、ちょ、俺だけ先にやっておこうかなって思ったんだけど、うん、一人で怖えなって思って。まあ二人ともね、バカじゃないの、初見の状態で楽しんでいきたいと考えているわけです。オープニング全部見ない方がいいんじゃないか。飛ばすか？メリーゴーランドってるよ。飛ばす？飛ばそうか。見といた方が心の準備はできるんじゃないのかな。いや、見ない方がいいな。え？まだ立ち直れてないよ、俺は。英語だし。すごい、なんか、あれだね、フォントが独特だね。ね。すげえあるよ、言語。ほんとだ。なんでジャパニーズの次がコリアンとイスパニアンなんだよ。そんなこと言われてもな。ああ、俺オランダ語。やった。わかったよ。早くジャパニーズでやろうよ、もう。先延ばしようよ。オプションで一パート終えればいいじゃん。ダメダメダメ。もうちょっとニューゲーム。もう全部このままかい。お願いしてもいいですか？コントロールタイプも 3D でいい。ニューゲームお願いしてもいいですか？戻り方よく、わかんないもの。
あ、イングリッシュになっちゃった。ちょっと、はい、じゃあ、気を取り直してですね、ニューゲーム。セーブデータとかないの？強くてニューゲームとか。いや、本当に初めてやるから、ないっす。アクションレベル。アクションレベル、イージー、ノーマル、ハードか。ノーマルでやろうか。いきなりハード多分ね、きついと思う。うん。何これ、リドルレベル。リドル、謎解きかな？これイージーじゃないか？いや、あ、いや、ノーマルでいいんじゃないですか。いい歳なんで、我々。は、いきなりハードはハードル高いかもしれないんで。いや、今回ノーマルでのプレイ。凝り固まってくる歳だよ。どういう話なの？わかんないよ。だから、それを楽しんでいこうよって言ってるんだよ、俺は。なんで無言でタピオカ飲んでるんだよ。もう、終わるよ。買ってきてよ、ミルクティー。ちょっと暗いね、画面ね。どうなってるの？明るくしようね、もっとね。これ、え？いきなり、どこから始まるのか、わかんないね。本当にやってないの？本当にやってない。申し訳ないけど。最初来るよとか言ってくんないとさ。全く時間が捻出できなかった。嘘つけよ。ドラえもん、のび太のトイズランド大冒険のカートリッジをそっとテーブルの上に置いておくことしかできなかった、俺は。前準備として。女の子が主人公だよ。よかったね。そうね。もう怖いもんだって。ゆるキャラみたいなのが転がってるよ。なんでこの子こんなとこにいんの？わかんない。説明書は？説明書ある？あのね、ちょっと、カムフラージュでポケモンパークの下に、サイレントヒル3隠してる。うわぁ、ほんとだ。あ、じゃあ俺説明書係になる。なんでもう武器持ってんだよ。確かに。確かに。武器を探す、あ、でも。え、でもさ、なんか聞こえる。え？あ、動く。動ける？動ける？まあ探索から始まるっていう感じなの。その、ちょっとゆるキャラ調べてみ。やだ。え？ライトちょっと弱くない？操作感が鈍いっていうのもやっぱ、うん、あれなのかもしれないね。このゲーム性を高めるためなのかもしれない。右と左でこう旋回するかな。で、はい、前後でこう前後に前後する感じの前後で、ね。他のボタン押していいかい？いいよ。押していいか、いろいろ。うん、いろいろ押してみ。R1 と L1 はこう、用する感じで、ね。何あの何が水平移動のこと。知らない？用って言うんだよ。用って言う。用。うん。右用、左用って言うよね。右スティックは意味ない。顔がやばいと思う。予想外すぎて。あ、これ、ああ、今ね、説明書読んでね。R にはね、身構えるね。身構える。防御かな？ L に、は、なんか視点変わる。主人公の名前が分かったよ。ヘザー。ヘザー。うん。主人公。どうでもいい。短気で口の悪い、どこにでもいるような少女。ある当たり前な休日、買い物に訪れたショッピングモールで、不意に悪夢のような世界に足を踏み入れる。異常な事態に対して、怯えながら立ち向かう気の強さも持っている。以上。ショッピングモールだって。ちょっとさ、もう探索してみよう。ですね、バツと丸は何もない。そうなの、調べるとかじゃないの。ああ、そうか。四角でライトが消える。倒れてるよ、それ。ゆるキャラが。ゆるキャラこっちでしょ？ゆるキャラ、あれ？ゆるキャラあれでしょ？うん。じゃあ調べてみよう。これじゃない？それは何？もう先に確信をつきに行くよ。これなんだ？調べてみよう。用しすぎじゃないですか。ちょっとまだね、操作感に慣れてないんで。慣れてないんだよ。はぁ、あ、地図だ。地図うさぎの人形。着ぐるみ。地図を探してるんだな、ヘザーは。はぁ、あ、結構回る、うん。地図を探そう、じゃあ。そいつ持ってない？怖えな、これ。なんつってた？なんでこんなものがここに。なんでだろうね。気になるよね。
先が。ならない。え、これ、プレイ時間は何時間ぐらいのゲームなの？え、わかんない。時間によっては俺はトイレに行かしてもらう。どういうこと？別にさ、ぶっ通しでやんなくて、途中途中休みながらやればいいですよ。それは。お前ん家に何を撒き散らしても知らんぜ。いや、トイレで撒き散らすよ、そこは。便器の中に。こっちかな？家こっちじゃない？視点が変わっただけだよ。走れない。あ、走った。主人公の挙動にびっくりしてたらさ、この先やってられない。あ、でも、うん、罰で走れる。走れる？走れる。で？だいぶ進展したな。上司駆け足で。駆け足じゃないやっぱり。駆け足だとな。落としやなと。なんでライトついてんだろう？暗いよ。もっと明るくしてよ。大丈夫、大丈夫。行くぞ。うん。びっくりした。なんでもう一回言うこれ、穴だよ、穴。あ、またゆるキャラ落ちてない？それ。落ちてないっていうか。だってこっち行けないよ、じゃあ。ってるよ。行けないか、それ。ここかな？あれ？行けませんよ。うまくさ、用していけないの？今、用してんだよ。しっぱなしだよ。ダメだね。ここはいけない、残念だ。いける気がするんだけどな、なんか。渡れないんだ。渡れないよ。こうだと何も見えないね。視点変更できない。ええー、これちょっと操作感悪いな、やめようか。うん。これは開けられ。なんか左耳からジジジジ言い出したんだけど、言ってるそっち。イヤホン壊れてない？いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ほら、なんか、おお今、いたろ？なんかいたろ？今、何？犬？ん？犬？あ！犬？犬？犬？え、お、どこ行けば、どこにいんの？何してんの、こいつ。犬？え？逃げろ、逃げろ、逃げろ。家どこ？家どこ？え？え？やられた？やられた？もう唐突すぎて俺、何も言えないよ。足は震えてるよ。これ戻った？戻った感じ？おー、おー。さっきまでいたとこ？多分。おー、おー。わかんないね。暗すぎて。ん？お、あ、攻撃方法が。攻撃した？ R2 を押して、丸を押すと、ナイフを振る。ちょっと、このパートを終わらせたら一回、ちゃんと操作方法を練習した方が良さそうだね。なんで先にやらせた？だって。なんで先にやらせた？騙し打ちしたかったからさ。でも、え、主人公、あ、スタートボタンだ。ああ、ああ。休憩できるね。できるね。ウェポン、ナイフ。ラジオもあるよ。怪物が近づくとノイズが、じゃ、さっきのジリジリ言ってたこれじゃねえかよ。あれ、怪物なんだね。怪物がいるんだ。はあ。え、全然わかんない。何、何？メモ？ない。オプション。どうする？コリアンにしとく？なんで、途中で変えられるんだな、言語設定も。丸ボタンで攻撃って書いてあるね。はあ、パワースイッチ。アジャストボリューム。イグザミン。音量最大にするよ、俺は。上げとく？パワースイッチ。ああ、切れるんだ。鉄パイプある。お！持ってるじゃない。持ってる。持ってるじゃないの、なんだ。リングモールに、行ってる、どこにでもいるような少女のはずなんだけどね。サブマシンガンだな。サブマシンガンいきなり持ってるんだ。装備した？した。うん。リロードしとく？リロードとかしないといけないんだね、いちいち。栄養ドリンクと、救急キットと、ハンドガンの弾か。サブマシンガンの弾は持ってないね。ハンドガンにしようかな。敵倒すと、もらえそうじゃない？弾。なんで怪物が弾持ってんの？わかんないけど。R2 で武器を構えるね。あ、まるで撃つね。うん。いいね。こっちじゃないんじゃないですか？いや、こっちでしょ。お犬様いたらこっちじゃない。え、こんな明るかった？え、こっちじゃないんだっけ？何ここ。そっから脱出しないといけないんだよね、きっとね。あれ？もう自分がさっきまでどこにいたかよくわかんないや。もう、休みの日に何してんだろうとしか思ってないからね、もう。こっ
ちだっけ。でもさ、ドラえもん2やんないでしょ。ドラえもん2でしょ。久しぶりだからそんなもんかなって思うじゃん。すごい信じてくれたなって思ってるんだけど、いいやつだなお前。これやろって言われたらさ、うん、やるさ。同じところでさ。ドラえもん俺だって嫌いじゃないもんさ、こっちか。もう、あれ疲れてる？なんで？攻撃食らったからかな。え？犬消えた？いやー、倒したのかな？いるでしょ。あ、じじじ。あ、じじじ。ああ！で、追いかけたんで、ちょっと。頑張れ、頑張れ、頑張れ。当たってる、当たってる。どうしたか。パワーあんまなかったよ。久しぶりだな、この感じ。倒せたスタートを倒せない倒せたちょっと休憩してるちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。まぁ、あ、ちょっと、ブラックタピオカでも飲みなよ。もうないんだよ。タピオカがないんだよ。ミルクティーしか残ってないんだよ。ミルクティー部分を飲みなよ。落ち着こう、ちょっと。あ、リロードできた。もう、この音やだ。イヤホン外すとな。ノイズ聞こえない。どう、なんでなんだよ、もう。あ、こいつ死なねえんじゃねえか、もしかして。あ、倒した、倒した、倒した。まだ鳴ってるぞ、だって。おめでとう。じゃ、なんでこの音鳴りやまねえんだよ。鳴りやまないね。まだ生きてるのか。それとも、洗ってが、いる？あ、湯気。湯気は最初からあったんじゃない？なんかぬたぬた音がしない？ぬたぬた音するね。なんだろう。いやー、やだなー、これちょっと、無理だなー。ガチで無理だなー。なんでこんなところにいるのか気になるよね。ならないなぁ。俺この子知らないもん。なんだよなんだよなんだよ。知っていけばいいじゃん。ん？なんかいた？わかんない。なんかザ音がした気がする。うん。ジシジシジっていう音。弱くなった。どっちに行けばいいの？攻略本は？攻略本ないよ。ここで犬が一匹はんでるぞみたいなのないの？多分一匹だ。どこ行けばいい？その奥は？あ、これまたつまずくポイントか。犬倒したじゃない。その奥は行けないの？なんか扉みたいなのない？右に。ああ、左にあるね。入ってみようか。ちょっと。すごい。なちょっと慌てすぎる。なんて書いてあった？うん、自然。全然知らない。あ、なんか、平和そう。うさぎのぬいぐるみだって。遊園地の、ちょっと、もうだよ。さっきの音がするともうダメだよ。おもちゃか。ここ売店なんだろうね、きっとね。ここなんかさ、玉とかないかな。ありそうじゃない？有用な。もういいよ。ああ普通売店に、食べたいと思えないよね。そうだよね。そうだね。俺もゲロ吐きそうだもん。普通売店に玉ねえだろ。このゆるキャラはあれか。このショッピングモールのマスコットキャラ的な存在なんだろ。お前こいつが黒幕じゃねえかと思って。黒幕じゃないんだと、だって倒れてたんだよ。でも血にまみれてるんだよ。やられたんじゃん。怪物に。ドアあんな。ああ、壊れてた。いやー、暗いもん。ちょっと、リモコン貸してテレビの。いやー。一回切ろうよ。無理だって。切れます、一回。どこだよ。ちょっと落ち着いてもらう時間を取ろっか。うん、ここで一回。おしっこしよう。おしっこ。そうだね。撒き散らされると困るんで、一回じゃあここで。
休憩しようか。